イズロベです。今日は急遽ですね、五条目の桜ピット来てます。でですね、まあ、今ご覧の通りあれですね。もうすでにもう満開になってるんだよね。ご覧の通り。なので、ちょっと花見会、雑魚寝花見会やろうかなって思います。じゃないともう無理だからね、今年もまた、延期っていうのも嫌だしな。まあ、こんだけ多分、今これ撮ってる動画撮ってるのが、4月12です、で多分もう15、16には終わると思いますね。あの雨なんでずっと、で桜を散らす雨がもう降ってるのか、風がめちゃくちゃ強いっすよ。今週で終わると思います。来週にはもうほぼ葉桜になると思うので、まあ、今週、まあ、ちょっとやろうかなって思います。はい、こんな感じでした。これが桜ピット、まあ、これが桜ピットの桜ですね。の桜です。あ、これ車の車道の対面もね、こんな感じでもう満開が来てます。多分今週の金土とかで多分葉桜になりかけてるでしょうね。はい、な感じなんですよね。だから、まあ、16までスキー場延長しなくてよかったかなって感じですね。からさまにこれゴールデンウィークにはもう散ってますね。早すぎ。はい、もう対向側も全部満開ですね。なのでちょっと早めに展開かな、ちょっとやってみようかなと思います。まあ、まだ多くないんで Twitter のみの募集になります。はい、まあ、そんな感じでちょっと緩んでやってみようかなって感じです。寝れる場所以外はちょっと今だね、期待しないでほしいです。ではでは。はい、まあこれ結構なギャグで、実はこの動画上げたのが2023年の7月25ですね。本当はね2023年以内に上げるつもりだったんだけど、ちょっと間に合わなかったんだよね、リフォーム残ってて。だからまあ1年後のアップできるのかなと思ってやってみました。まあそんな感じです。バイバーイ。